5月12日、このジャッカルロッジでですね、今日、俺たちイベントが開催されるということで、まあ、俺たちのこう愛用のロッドたちをずら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 と並べてみました。はい、もうまさしく今、ね、今日も湖出てましたけど、朝ね、使ってたタックルをそのまま持ってきました。でどんなタックルがまあこの5月6月有効なのかというのをずらっと、紹介させていただこうかなと。でまず、スピニングは、この2本が一応最近のメインで、1本が、この右側 267ml ハードベイトスピンっていうやつですね。ハードベイトスピン、まあ、ハードベイトって書いてますけど、ハードベイトだけではなく、こうやってジャイアントミールの、ね、キングコブラのセッティング、これも使えると。ちょっと針があって、強さがあるんで、僕はこのセッティング大好きです。で実は今日もこれで50アップを仕留めてきました、朝からね。で、同じくスピニングでもう1本 266L、 これはフリックシェイキーっていう、ね、僕がプロデュースしたモデルなんですけど、これフリックシェイク、もしくはインチラッキー全般に使っていただけるようなロッドなんですけど、でよく見たらほら、こっちはインチラッキーがハードウェイトスピンについてて、こっちはソールシャットがこうついてるという。だからこの2つっていうのは、まあ、入れ替えて使うこともできますし、ロッドの、まあ、テイストがね、若干硬いで柔らかい、まあ、それによって使い分けるような、使い方ができると。だからここはね、この2本、フリックシェイキーとハードベッドスピンは必ずボートに積んでおく、ロッドですね。で、ベイトタックル、ベイトタックルはそうですね、一番釣ってるところでいくと、あれは難しいな、まあ、これね、ウルフ・デクスターっていう、モデルなんですけど、これを僕はベイトフィネスに使ってます。で、メタニウム MG7、 これにユメアの 34mm の、ね、ベイトフィネスのスプールを入れて、ラインがレッドスプールの8ポンドもしくは10ポンド、これでこれですね、セーラーじゃない、ソウルシャットの68のモデル、これを高速巻きで使う。まあほんまにね、4月よう釣れました。で5月も引き続き釣れてます。で大体そうですね、6月かかるかなぐらいまで、ね、よく釣れるルアー、ね、このパターンなんで、これも絶対ボートには積んでおきたいもので、もう一つベイトフィネスで、これは68のロングディスタンスですね。これこの、ま、これね、このでこれにはアルデバランの、MG7、 やっぱりハイギアのモデルをセットして、でこれもイメアの 32mm のベイトフィネスのスプールで、ルアーがもうね、最近ね、もうこれ大好きなんですけど、シザーコーム、シザーコームで、このシザーコームの、これはね、ダウンショット、軽めのダウンショットですね。今つけてるのは、3.5g、まあ、1.8 から 3.5 もしくは 5g ぐらいまでの、まあ、比較的軽めのダウンショットをふわふわさせる。それによって、スポーニングが終わったバスを狙う、まあ、そんなような、使い方で、これ、まあ、だからソウルのパターンとシザーコームのパターン、どっちがでどっちもめちゃくちゃ釣れてる、まあまあ朝夕のソウルに昼間のシザコンみたいな展開。そして5月6月に忘れちゃいけないのがこのアンモーちゃん、特にね6月梅雨が絡んできたり、まあ、5月のこのスポーニングが終わってからこうパラパラっと雨が来たりすると、その雨のタイミングでウィードフラットがね爆発するんですよ。でそのウィードフラットを効率よく狙うことができて、でさらにルアー自体にパワーがあって、でかいのを引っ張ってくる、もうまさしくこのピリチョッパにアームライトっていう組み合わせで、ロッドはビアコバースタダイル、はい、もうこれまあこれもね、必ず僕はボートに積むようにしてるロッドなんですけど、これに、新しいアンタレス、ニューアンタレス、めっちゃ飛ぶんでね、これによってもうぶっ飛ばして使うと。でラインは、ウィードね、結構生えてきてるシーズンっていうことで14ポンドを使ってます。で16にすることはないですね、14、これがまあこのスイミングジグのパターンではもうマックスの太さで、3月4月ぐらいまで12ポンド使ってたんですけど、ね、
14に上げて、最近はウィードに潜られても大丈夫なように使ってます。まあ、このタックルでディープラグとかもできるんで1本で2度おいしい、まあ、2度3度っていうかもういろんなものに使える。まあこれテキサスもできる、まあ、そんなような感じで、そうですね、この5本、まあ、今紹介したハードウェイトスピン、フリックシェイキー、ウルフデクスター68のロングディスタンス、ビアコバスライド X、まあ、この辺の5本は絶対に、手放せないロッドなので、紹介させていただきたいなと思います。まあ5月6月、まあ、いい時期なんでそういう釣りででかいバスを狙ってみてください。はい。